吉田さんやっぱいいですね。R34 の話を朗ロ々ーローと話すところね。こっちまで楽しくなりますし、よーし、俺もナイトライダー楽しむぞって気持ちになりますよね。まさに車ってのは男からしたらね、相棒なわけなんですよ。車にかける思いっていうのは、まああのね、誰しも男の子っていうのはミニカーから憧れてねえ、ブーブーが走ってるところを見たりとかね、それから自分で最初に、まあお父さんの膝の上で運転席でこうやってハンドルを握ってね、 えー、行く先を夢見るるとととかそういういいころってあると思いますよね最初に免許を取った時の感動そして最初に自分の車を持った時の一つね世界を支配した感とかねうん、あのー、特別な車ファンでなくても一種独特の感動があると思うんですよ本当に車っていうのは私たちの人類に何ていうか私たちの暮らしにね大きなものをもたらしてくれたなと思います。で吉谷さんはね100万キロを走るっていう目標を立てていたりとかね うん本当から宗谷岬まで日本を縦断したところっていうのはねまさにトランザムではないですけどもトランザムっていうのはアメリカ縦断っていう意味があるんですよトランスアメリカっていう意味なんですけどもねトランスジャパンみたいな感じですね吉谷さんの方はで私の場合はそのナイト2000はあのー、なんてう走行距離がね分からないんですよどこにも出てないんですよねもうダッシュボードで埋めてるんで見えないところがありますんでそれ外さないと分かんないんで車検の時に走行距離見てもらおうと思うんですけどね まあ、そういういとところとかありますし、うん、でまあ吉田さんの車と同様ですね替えのパーツがないんで本当に大事に乗っていくか修理が必要になったら代替品でやっていくしかないんですよ。ホームセンターで似たようなね部品を探して無理やりはめるみたいなことになっちゃうんですよ。うん、でもね本当に、えー、そういったことをやりながら、まあ、長い人生自分と同じように過ごしていってくれるのはこれだけかなと思いますよね。 である意味ね人間よりも健康状態を維持しやすいのがこういうふうなメカニックなんですよ車なんですよ部品っていうのは必ず何かがありますからね人間は壊れたら終わりっていうものがありますんでまさかね臓器移植っていうのを手軽にするわけにもいきませんしねはいそれで私の目標はですね70代までナイトライダーでいこうかなといやもう死ぬまでなんですけどもいやある意味ですよあの一つの目標として70代にあのトランザムをね 1980年式のトランザムを乗ってるってなかなか粋だなと思うんですよ。うん、で70代っていうとこれから30年先ですからそうですねトランザムが大体70歳ぐらいですよね今トランザムが40歳ぐらいなんでどうですかね70年間乗っているっていう車これもなかなかね走行距離ではないんですけどもすごい珍しい。 うん取材が来るんじゃないかなぐらいのね、目立つんじゃないかなみたいなことを考えてますけども、まあ別にね、取材がね、目立たなくても、私一人が注目してればいいんですよ。相棒ってのはそんなもんですよね。誰にみ取られることもなく、誰に褒められることもないけども、最高の栄誉を与えるもの、それがまあ相棒なのかなと思いますよね。なんかそういう風なね、ドラマを背負ってるなと思ったら、毎日ワクワクします。私はね、車ほとんど乗ってないんです本当に乗ってないんです。あのー、私ね、今ね、なぜかね、いつの間にか4台の醤油になっちゃったんですよ、車が。 車4台所有してるんですけども、ほとんど乗らないですね。ただ所有してるだけと。保険料ただ払いしてるだけと。<laughs> まあそんなことがありますけどもね。うん。さすがに4台になると駐車場も2台ぐらい借りなくちゃいけなくって、これだけ広い家と駐車区画があるのに、駐車場ね、余計に2台借りてるというね、<laughs> もう何やってるのか分かんないですね。その上で利益残りまくりなんで、私がね、麻雀店を一生懸命やったりとか、不動産一生懸命やったりとか、飲食店一生懸命やったのが何たの、何だったのかなと思っちゃいましたね。そして今、すごい、 思うのののがメディアの影響力の強さです、うん、私ですらこれなんでテレビ局がいかにね利権化していくかっていうこととかテレビ局関係がい,くらいかにね儲かってしまうかとかねで最近でしたらね DAIGO、えー、さんが「サンデー・ジャポンに」にの上の力で出れなくなったと現場の人は出てほしいっていうふうに一致団結して進めてたけども上の一言で駄目になったみたいなことがありますけどもまさに。 テレビメディア、公共の電波が利権化していて、特定の人の所有物になっているってことだと思うんですよ。で、私たちが対抗するのは、もうこの YouTube しかないかなというところでございます。まあ、YouTube もね、えー、利権化するところがどっかで出てくるかもしれませんけども、うん、まあ、これからどうなるのかなというところでございます。で、ちなみに私、YouTube の方にね、広告を出してみようかなと思うんですよ。それはなんでかっていうと、YouTube に感謝をしたくて広告を出したいんですよね。まあ、ですので、私の自社の広告を出すかどうかは別です。わかんないです。誰かの おお広告を私の費用で出すみたいなことをするかもしれませんねなんかね本当にね YouTube に感謝したい気持ちでいっぱいですよねで私自身は自分の速化塾とか自分の経営してる会社がね有名になってほしいなんてあんまり思わないんですけどもうんなんかこの YouTube に 広告料って形ででお返しきはいえー、では今回はね「相棒」というテーマでお届けしましたけどもいかがだったでしょうかあそれからあのーまあ、最後にもう一個ねもう一回言わせていただきたいんですけどもあのメンタリストの DAIGO さんねやっぱりね、あのー、すごいねあの勉強されてて勉強になりますねやっぱこっちもね。 ああいう人が若い人で出てきて、すごく新しい感覚で、しかもね、恐れることなく、あっちこっちで戦ってくださるっていう姿は、うんまあ、敬意に値するかなと思います。私もね、DAIGO さんの,あのメンタリストとしての影響を受けまくって、洗脳されてるのかもしれませんけどね。では、今回のタイトルは、相棒ということで良かったですかね。メンタリスト DAIGO さんの方が良かったかな。はい、以上でございます。